高橋理香です。今回は朝食からの一日の流れを、まとめてみました。岐阜はですね、自分で食事が食べづらくなってからは、ある言葉を言うようになったんですね。それは、あーとか、しんどいとか、こういうのが出るようになったんです。で、初めはその言葉通りに、あーしんどいんだな、あ大丈夫かなと思ってたんですけれど、どうやらそれはちょっと裏があるらしいんですね。それではご覧ください。朝食、はい、これがまず呼ばれた合図です。これは呼ばれましたよ、食べさせてとか飲ませてっていう合図なんです。本当にしんどそうに、まあしんどいのはしんどいんでしょうけれど、朝、まあ、苦手な岐阜だったので、でもきちんと最後までは食べてくれるんですけれども、しんどい、もうこっちを見てっていう、そういうこともありますね。ちょっと岐阜なりの甘えです。昼間からベタッと寝ちゃうと夜中が寝られないから、そうです。どうしたの？背もたれをちょっと上げておかないと、もうぐわーっと寝てしまうので、びしょ濡れ、さっき変えたけどね、ちょっともう一回見せて。で、何度も何度もやはりこの日も呼ばれるんですけれど、最近は昼間なるべく起こしておきたいので、でそのリズムが、まあ、ちょっとの今だけの間のものかもしれないんですけれど、ちょっと昼間起きていられるようになったんですよね。まあ、たくさん呼ばれるんですけれど、まあ、寝られるよりかはいいかなっていう感じです。まあ、尿もやはり出てくれるっていうのは安心材料なので、そのバロメーターになるので、まあ、水分が取れてるということで、まあ、でも岐阜はやはり寝ていたいっていう気持ちの方が強いので、まあ、一応ベッドにはいるんですけれど、目を離していると自分でとことこ歩いてくるんですよね。まあ、これは昼食を食べて一回横になってからのものなんですけれど、入院して、尿路感染症で入院して退院してからはしばらくは動けなかったんですけれど、一人で。でもここに来てこうやってね、一人で動けるようになったので、ちょっと危ない面もあるんですけれど、でも全てに手を貸してしまうと本当に動けなくなってしまうので、動ける位置で見守ります。私もとっさにこう動ける位置で見守ります。これしっかりとね、一人でこう歩行器なしで歩けるようにまでなりましたね。まあこれはこれで結構心配なんですけど、どうしたの？呼ばれたんで行ったんですけれど、私は全然できるから。何をしたらいいの？背の高い人から背の高い人がしてほしいということだったので、何をしたらいいのか聞いたんですけれど、ちょっとこう出てこなかったんですよね。そしたら音楽に合ってる一人で歩いてきて歩いてきてね、そんなに時間は経ってないんですけれど、もう数分の間にこの行ったり来たりが繰り返すようになってます。ここ1週間経つかな、経たないかなぐらいかな。これかわいい。一応岐阜の行動をこう背中で感じながら、ちゃんとこうカメラでチェックしながら一人歩きを見守ります。でまたすぐに戻ってくるので、まあ、ベッドに腰をかけて寝るわけでもなく、またすぐに戻ってくる。
一応子どもたちには義父の歩くところには物は置かないでねとは言ってあるんですけれど、トイレでね、シャワーとか全然いや、そこにしゃべる、普通に触る、夫が仕事から帰ってきてちょっとちゃんとこれ証拠残って、リビングに座ってたんですけれど、トイレにしゃがんでたっていうので夫は状況を飲み込めていませんでした、ね、仕事から帰ってきて、で今回はそうです、エビがちょっとお買い得だったので、エビを使ってうちはよくする料理の一つなんですけれど、はんぺんと合わせてエビ新醤を作ります。でエビ新醤もうちはどちらかというと揚げのエビ新醤の方が多いんですけれど、ちょっと手間はかかるんですけれど、やはりたくさん食べられるのでね、子どもたちもエビがまあそんなに得意ではないんですけれど、エビ新醤、揚げのエビ新醤をよく食べます。これは鶏肉、塩麹につけた鶏肉を炒めながらどん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 合わせていって、チャプチャンと揚げエビ新醤です。いただきます。です。なに？出れんねえよ。もう夜中よ。夜中で、夜中で、週末休みの日だったので子供もちょっと夜更かしというか、出れんだよ。押し込めてなんてないじゃないよ。いつもと変わらないでしょ。押し込められて出れないっていうので。起きるの？そう、起きる。じゃあそう言って、変に言ったらなんか悪者みたいになるでしょ。そんなことはやるわ。そういうふうに言わないで。あたっていうのもこれもあ、なんかまずいこと言っちゃったかなとか、そういう時はちょっとそういう痛いとか出ますねまあ夜遅かったんですけれど、まあ起きるっていうことなので、その時はやはりそこで無理やり寝かせたとしてもまたすぐに起きてしまうので、その時はもう起こしておいた方がいいので、まあ、こっちがちょっと頑張ってね、でまあライブ映像とか見ながらこう盛り上がって、それから眠らせるっていうこういうことを、しています。こうやって昼間の間別に何をするわけでもなくなくでもいいんですけれど、起きていてくれるとやはり夜中寝てくれるかなという感じではあります。ただその昼間起きていられたとしても、やはり脳がとっても冴えてる状態だと体が疲れててもやはり夜中は起きてしまうっていうこともあるんですよね。まあ、この辺りのコントロールが一番難しくはなってくるんですけれど、で、まあ、この介護者からしても本当は動いてほしいんだけれど動かれては困るという、この矛盾した気持ちも、なんかモヤモヤするところなんですけれどね。今ちょうどお昼の時間帯なので、もしかしたら今日また今起きるかなっていう頃合いなので、ちょっと様子を見てみます。今回もご覧いただきありがとうございました。